クワグダから、オマダ、オマダのショットはバーディーを決めた。エマさん、今のショットは、はい、アレンダーラ昨日も活躍になりました。さあ野本はオマダのショットです。はい、いいですね。まあ、滋賀としてはシュワグダ、シュワグダがついている。林のスリーはどうだ、林来た、いや、お返ししましたね。そしてエバンスまで持ってきた。エバンス中に侵入して、おっとガドソン素晴らしいブロック、岸本、ここは滋賀守った、いいディフェンスだ。2秒に対しての状況判断素晴らしかったんですけど、はい、まあ、その前のディフェンスです。ガドソンには、さあコーナーからの小澤のショット決めた、はい、ここですよね。ディフェンスのスペシャリスト小野寺が貴重なショット、そしてガドソン、どうですか、足がとしては、まあ、どう守っていくかというのがポイントになってます。ガドソンに預ける、ガドソン、ガドソン、バスケットカウント、落ちる。さあフィリピンの司法、走ってますよ、走ってますよ、オーバーだー、タッチ来てないですね。リバウンド森山よく取った、このスリーは決めました、はい、いいと思いますね、はい、ことになるんでしょうか。今のプレーです、あのギャンブルという話は。さあ小澤、小間田、小間田対こちらハミルトン芸人、ここは今川です。さあ渋田が早く持ってきた、ラベナ、ラベナ3、ここは意地で決めていった。そういった誰もが主役になれるという強さが琉球にはあります。渋田、外、林、林来た、はい、決めましたね。あの後半狙いとしてるスペーシングが功を奏してましたね。まあ、4クォーターになると2回3回くらいチャンス作ろうかなっていうようなリズムでバスケットをすぐさま展開するので、どんどん時間が使われてきますよね。おお、よく決めた、素晴らしいですね。ガドソン、ガドソン、いやクーリー選手いけないですね。いやー、いましたね、はい、これもオフェンスリバウンドの後ですよね。ここ、はい、この部分を下がりながらついてますよね、はい、うまった滋賀のディフェンス成功、ターンオーバー。さあガドソンだ、あっとオバンスが軽々と決めていきました。そしてここはオマダだ、オマダダンクを見せました。そのガドソンから2面ゲーム、ここは見事にきれいに決まりましたね。ディフェンス頑張りましたね。ここは滋賀のディフェンス、あーっと今川ファールをもらった。